西尾市立西尾小学校は愛知県西尾市金城町にある公立小学校。校内の遊具1854年に創立した西尾藩の藩校、修道館を起源としている。修道館は1871年の廃藩置県と共に廃絶した。1872年に学生が発布されると西尾合学校が創設された。 1894年7月には三校が統合され、高等科も設置され、西尾神城高等小学校に改称した。1928年12月には、地方都市としては、珍しい鉄筋コンクリート作り2階建ての校舎が、竣工した。1947年の児童数は2357人だった。戦後の一時期には、 児童数2600人を超えるギガマンモス校だったこともあるが、1952年には西尾市立花の喫小学校を分離し、1982年には西尾市立鶴城小学校を分離したことで、適正人数に落ち着いている。1990年に新本館が竣工すると、旧本館は後に取り壊されたが、旧本館正面玄関上部以降のモニュメントが残されている。 新本館の玄関は、旧本館のデザインを踏襲している。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は、以下の通りである。西尾市街地の中心部に位置し、校舎がある位置は、かつての西尾城東の丸にあたる。敷地内には、堀跡や太古門関や古い土跡などの施設が散在している。敷地には、大木も植わっており、 堀の遺構をビオトープとして活用するなどしている。